はい、こんばんは。アキラの現場へこそ。キングダムハーツユニオンクロスダークロードの実況です。略称が知りたい。無事ですね、クエスト18、散々困ってたんですけど、クリアすることができました。特にレベル上げとかはしてないんですけれども、ね、これ再現できないからね、ちょっと悲しいんだけども、要は慌てずに丁寧に敵の弱点である、風属性、火属性のものを揃えていく。3つ揃えて、確実に当てていくっていうことをすると、勝てました。で、あとはですね、もうそのパーティーの編成はやっぱりブラギがおすすめです。うん、プロテスでやっぱり耐久力がないとですね、なかなか敵が倒せないんで、っていう意味では、まあ、良かったです。で、あと19、20に関しては、まあ、同じように、だから18ほど苦労しなかったです。19、20の方がどっちかというと僕は楽に、一発クリアでできまして、その結果どうなったかというとですね、メインストーリーの方は終わってしまいました。現在配信中のものは。ただまあ近く更新されるみたいなんで、そのまでですね、次回クエスト更新までのミッションを4つあるんですけども、それがですね、やっていこうということで、今それをやっていってるところです。1個目がですね、BP を2000貯めようかな。で、2つ目が今、エネミーを500体倒そうっていうのをやってるんですけども、まあ、これと合わせてなんですけれども、ミッション、こちらもね、追加されてますよね。難易度2に挑戦しようというやつで、これをやっていってます。で、まあ、まだですね、昨日も言ったけども100体しかね、アグラバーの100体しか倒してなくて、で、あとワンダーランドの方はもうに解放されました。うん、あとね、19かな、19クエスト19をクリアすると、この2が解放されましたんで、こっちもそれでやっていってます。なので、まあ、ここがなんとかね、そんな簡単には倒やらさせてくれないんで、ここをね、今やっていってます。で、ちょっとね、ここやっていきます。で、ね、100体倒さなきゃいけないから、なかなかその楽ではないんですよ。で、敵がね、レベル21とかが出てくるんで、ね、そう簡単に倒させてくれません。で、今僕慌ててるんで、こう、ちょっとミスタップがあまりにも多い。ただまあ、ちゃんと敵をね、倒したら図鑑には入るんで、その図鑑見ればですね、こいつが何が弱点なのかとかっていうのが分かってくるんで、それを踏まえた上で戦っていくのが意外と大事。ほら、負けた。一体も倒せない。だから、ワンダーランドの方がね、硬いんだよ。で、アグラバーの方が、やりよいです。星2の敵がね。まだこっちの方が倒せるというか。まあ、そういうことだからね、やっぱ落ち着いて、しっかりちゃんとカードを揃えて当てていく。もしくは、強力なカード、例えばこのブリザードとかは、後に置いておく。後に置いておくというか、ちゃんと揃って出す。強力なカードはちゃんと揃って出せるタイミングで出せるように、無駄打ちをしないというのが大事だなと思いました。ああ、今みたいにね、だからブリザードは今みたいなタイミングで使っていかない。敵にしっかり攻撃を当てたいときにちゃんと当てれるように置いておいた方がいい。こういうブリザードを使わずにちゃんと青が揃うまで待った上で使っていく。強力なやつはね、やっぱそういう生かし方をね、ちゃんと考えて使っていくのがまあコツというか、このゲームの基本なんかもしれないなと思いました。ようやくその基本に気づいたという状態です。だからね、まあ、オートでね、周回して勝てる相手で戦っていくことで、まあ、レベル上げもできるし、こういう勝ちにくい相手に対してちょっと頭使って戦っていくこともできるんで、楽しめますよね、やっぱね。この辺になってくると、はい、強いんだよね。そろそろ勝てなくなってくるよ、多分。難しい。今カードがだいぶ組み合わせが悪い。いけるかな、ここまでは。多分ね、アグラバーの方はね、8対9体までいけるはずなんだよ。で、ブリザードヒケさんが結構良かったかな。うん、ブリザードとティーダがあるおかげで、ちょっとまあ持つってのがありますね、結構。あとやっぱマジックカードがね、まだ僕全然さっきのこのブリザード1枚だけなんですよ。このブリザード1枚にやっぱ頼り切って相手にダメージを与える時もあるぐらい結構厳しかったりしますね。さあ、こいつを倒せるのか。こいつは倒しそうやな。はい、いけるかな。で、実況しながらこれするとね、ミスりそうになる。さすがにね。あ、よし、ボーナスチャンスじゃんで、これ何揃えても揃うんで、はい、ガンガン真ん中だけどんどん揃えていきましょう。いいですね、ボーナスタイプの間をね、もうなるべく打ち込んでいく。数をかけていく。はい、終わった。さあ、こいつを倒せるか。この辺になってくるとね、だいぶきついんですよ。レベル18のスパークラーか、9体目か。
さあ9体目をクリアできるのはなかなかないんですけども、皆さんどうですか、もうガチャとか回しまくってます？このゲーム本当ね、あのカードが揃わないと難しいところって多いですよね。で今みたいにその戦略的なものをこうどう組み立てていくか、カードの組み合わせを、まあ、何を置いて何を使っていくか、今みたいなね、あの HP やばい時にね、あのケアルが使えるように置いていく方がいいのか、先使った方がいいのか、いろいろ考えるんだけども、この辺で限界。だいたいやっぱ9で僕はアウトです、今星には。まあ、そうこうしながら、まあ、その星2の敵をこう、あー、まあ、オートでも今ですね、多分7か8ぐらいまでいけるんで倒しつつ、時間のある時とかあったら星1にこれ切り替えて、オート周回させて、で、まあ、この辺のミッションもそうだけども、あのマンスリーミッション、ウィークリーミッションとかね、あっちの方もこなして石とかキーとか手に入れてレベル上げをしていく。まあ、そうすることによってはこの更新で新しいストーリーがね追加された時にそれをやっていけるように準備しておくって感じになりますんで、一旦その今回このキングダムハーツユニオンクロスダークロードの実況に関しては一旦ここで4回目、5回目かな、お休みさせてもらいます。またですね、これ更新来ましたらですね、また動画の方を再開していこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。